私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ブラザー白瀬ゴールドです、本日もよろしくお願いいたします。はい、で今日紹介したのはですね、僕のビルドとしては初めて出すんですかね、ショットガンのビルドになります。で一昨日かな、ちょっとスキルぶりのショットガンビルドを作りたいなと思ってちょっと作ってみたんですけども、そのご紹介です。まず簡単な説明、まずタクティシャンですね、ランチャーこれ使ってスキルパワーの底上げをしているような感じになります。で今回使う銃が、花丸ですね、 M870 のエクスプレス、これに、サディスト安定性持ったステーブルを載せてます。で理由としてはうちのダブルバレルとかだとあれなんで、これかな、レーザーポインターをつけるために花丸使ってます。で威力の高めの花丸手に入ったんでこれを使わせてもらってます。でリロードの時に、ボーナスを得るためにこちらのダイヤモンドバックをショット、一応ダブルバレルソードオフでリロードプロテクション 10% もつけちゃってる内容ですね。はい、でマスク、ギラガードのパーフェクト スポッターをつけてます。これ電子5以上でね、ギリギリでつけたんですけども、これとこっちの花丸のレーザーポインターの相性がいいんで、それでやってます。 VP の時にねしっかりつけれるかどうか謎ですけど、はい、でギラガード、ボディギラガードアーマー盛りですね。でアンブレイカブ一応生存率上げてます。で次にまたギラガード、こっちはオフェンス上げるためにギラガードをつけて、スキルパワー持ってますね。でトゥルー2発入れてます、バックとグローブ。ここスパークにもしたかったんですけど、ちょっとあのオフェンシブが足りなくて1足りなかったんです。これね9115にしたかったんですけど、ちょっとねビルド甘くてできなかった。でここでアーマー盛りにさせていただいて、でオフェンスにゴリゴリつけておりますね。で重要なのがさっき言ったユーティリティ系で配分のスキルパワーをね盛るようなユーティリティシステムをモットーにしてます。トゥルーパトリオットのグローブ、ショットガンダメージと HP がつけてギリギリ11にしてますね。こうオフェンシブモッドをしっかりつけてます。でギラガードもね絶対をつけて、状態異常耐性を 50% にねセットボーナスと絶対1個でつけてます。これも一応バランスをいいブルドにするためにやってますね。で合計は 12%で、これをするとアーマーが43万、もうちょっと上げれる方はねこのバックパックのあたりでねしっかり合計アーマーとかアーマー値高いものを持ってみたりとか、このボディとかですねで上げてみるのもいいんじゃないでしょうかね。はい、で HP は7万で、スキルパワーが配分、2991になりまして、範囲ですね97% の範囲のモッドをつけれるようになって、ダメージ配分もつけれて、さらにはチャージの配分もつけれる内容になります。でこちらのもう一つはディフェンダードローンなんですけども、これ別にディフェンダードローンじゃなくてもいいですね。ディフェンダードローンじゃない場合は、パルスにしてみたり、アサルトドローンにしてちょっと敵にちょっかい出してみたりとか。ただね、アサルトドローンつける場合はここをスパークにするといいんですけど、スパークつけられなかったんでね今回はい、っていう内容ですね。のステータスでサディストをつけてます。
さっき言ったスティンガーハイブで敵を出血させて、まあ、サディストをつけるような概要ですね。で、PVP ダメージが152,000。で、クリ率クリダメ、ヘッショットから特に気にせず、重要視してるのが、ショットガンダメージボーナスと、で、一応アーマーダメージも若干あれで持ってるのと、アーマー43万ですね、ポイント。ここもう60万近く、ね、なっちゃってる人もいるみたいですけど。あと、状態異常耐性が、ね、ギラガードと、さっき言ったあの 30% 盛りのやつでついてるんで、50% ってところになりますね。で、ハイブ、スキルパワーで、ね、2990、まあ、3000近くを目指してやってみると、これだけのステータスのものをあの使えます。はい。で、実際打ってみましょうかね。で、今回、花丸にした理由ね、まずこう普通に打ちます。41,000ですね。これスポッターがついてて41,000ってことかな。で、これリロードプロテクションですね。5回こうリロード入れるとこうね、結構ボーナスつきますんで、でこれがね、アーマーが 8% とかパーセンテージ依存なんで、アーマー依存のビルドにね、あのパーセンテージなんで合いますね。これが50万、60万のアーマー盛りの方であれば、いいんじゃないでしょうかね。ダブルバレーだとこれ2発しか入らないんで、ポンポンって。シャキシャキって。で、僕の場合は、リロードプロテクション 10% もついてるんで、8% プラス 10% のこのリロード時の、アーマーに入ってますね。で、これがスポッター入った状態の威力。これに、サディストを乗せてるんで、残弾管理じゃないんです。残弾管理っていうのは、あの電子4以下なんですね。だから、つけませんでした。はい。これで54,000。ワンバレット、54,000という設定の威力ですね。はい。これが出血に対してやつ。で、範囲が非常に広いですね。あそこまで伸びてるんで、これぐらいだったら PVP とかで、あのチーム戦とかでも、味方を援護しながら、あのできる。じゃないでしょうかね。はい。まあ、実際にこれぐらいの威力が出てれば、まあ、敵がアーマー盛りゴリゴリじゃなければ、まあ、しっかりこうヒットさせていけば、うん、倒せんじゃないでしょうかね。まあ、しっかり当たってませんでしたけど。で、あの僕の場合ってあのコントローラーの R1、R2 の設定あるじゃないですか。あれの逆にしてるんで、今ね、R1 ってなってる方で撃ってるんですよ。R1、L1、手前の方ですね。で、こっちにした理由が、こう、すぐ反応するんですよね。こう、奥のだと、なんだろう。例えば、L2、R2 の方だと、こう、押し込むまで反応するのがね、ちょっと時間かかっちゃったりするんで、こっちのすぐこうすぐ打ってるこっちの方にしてますね。アクセシビリティで設定変えれるんで、興味ある方やってみてください。はい、他のゲームに支障が出ちゃうんで、ちょっとあのめんどくせいって方はね、いいんですけど、ワンポイントのねこうおすすめの設定になります。はい、そうだな、まあ、これぐらいの広さがね、スティンガーハイブ広がって、で出血こうバーって入りますと、これぐらいの威力は伸びます。で、もう一つね、ちょっとあのスキルぶりがうまくいけばなんですけど、あのサバイバリストにして、あのマインの種類があるんですけど、回復マインね、メンダーマインっていうやつ、サバイバリストのスペシャリゼーションでしか使えないんですけど、こっちの回復が非常に優秀なんで、あのアーマー盛りの方とかだったら、スキルぶりね、スキルぶりのショットガン使ってる方だったら、そっちの、あの回復手段にするってのもありかもしれないですね。僕の場合は今回、回復手段はなしで、
やりますやってますけど、こっちのリロードの、ね、ボーナスアーマーでなんとかしのぐみたいなやり方になってますけど、今回 あの特徴としては、相手に出血を与えてショットガンのダメージを伸ばしながら相手の圧力をかけていく、あとは、まあ、自分の生存率を上げるためにリロードプロテクションと、まあ、ダイヤモンドバッグのこう使ってこうやっていく。でスキルパワーをしっかり漏れて余裕がある方がもしいたら、こっちのスキルパワー の配布のスキルパワーとかがある中のリロード速度入れるんだったら、リロ速に入れてもこれのね速さが上がりますんでね、ぜひお試しください。でダブルバレルを使わなかった理由、最後にもう一回説明するけども、このモッドが入らないですよね、普通のダブルバレルって。だから自家発電でほらパルスをねつけらんないからっていう、ただそれだけの理由ですね、はい。まあ、普通にそんなんどうでもいいやって方がいたら、自分でパルスを使ってみてください。で最後もう一回説明するの、残弾管理なんでしてないのっていう質問が多分来ると思うんですよ。残弾管理にしない理由は、スキルぶりにするために電子を5以上になっちゃうんで、だったらその分パーフェクトスポッターでカバーして、まあ、スキルパワーを3000まで上げたっていう、それだけの話です。はい、で実際これ使ってみた動画をね、この後見ていただきたいと思いますので、よかったらそっちのも確認してみてください。では、初のショットガンビルドですね、ぜひぜひお試しください。よろしくお願いします。はい、舐めるなよ貴様。終わりだ。はいはいはい。全部やったかな。ナイス。スキャルでしょ。行きましょう。いた。気がしがれた。あらららららら。
人巻いた、巻いた。いけるいける。HP だけ、HP だけ。やった、ナイス。